大阪教育大学附属池田小学校では2001年6月、刃物を持った男が侵入し、児童8人が殺害される事件が起きました。事件を教訓に、小学校では毎年警察と合同で防犯訓練を行っていて、今日は刃物を持った不審者が校内に侵入したという想定で、教員らがさすまたを使って不審者の動きを抑える動作などを確認しました。今日も警察の方にいろいろ教えてもらいましたので、それをもとにまた担当の方を中心に振り返ってまた改善していけたらなと思っております。池田小学校では事件が起きた来月8日に追悼行事が行われます。